い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では信長の野望大使の続きをプレイしていきましょう。で、ちょうど今ですね、前田刑事が、家臣団に加わりましたので、そこからですね、ちょっと見ていきましょう。まず個性伊達天で説明、日の本を一つに滑る武家の棟梁となり天下に号令せんっていう天下統一が志になってます。で、戦法は臨戦に歌舞伎者で、作戦提案は本陣切り込みで、武勇が93っていう形ですね。ではこれでやっていきましょう。報告いたします。先月の終始でございます。まあどうしてもね、刑事っていうと武変者のイメージがありますけど、実際には和歌とか茶とか舞とかね、かなり長けていたらしいですね。今回はみんな頑張ってるね。まずは利家の軍事29、これ大きいんでやりましょう。で、あとは常置めちゃくちゃ優秀だよね。だってこれ見ると常ちゃん軍事30ですよ。光ってないのに軍事30、光っている利家よりも高いっていう。さらに秀長も優秀だな。秀長も農業23とか本当にありがたい。で、あとは常置だな。だって今回だけど農業が33、商業が16、軍事に関しては59増えますからね。で、直政からは商業行動回数増加、これはマジで嬉しい。これはできるのでも、商業が全然足りないからできないんだな。ただ必要なのは商業だけですね。なので今回は精鋭農兵、農兵の戦闘力上昇、これをまず速攻でやって、で、あとはそうだな、農業が31残っているけど一旦残して行動増加を絶対入れたいんで、次の段は次の、表情ですねの時には商業が上がるものを中心にやっていきましょう。で、あとは石膏配備等の次があればいいんだけど、ないからな。石膏配備もね、もうちょっと敵の場所が分かってくると動きやすくなるっていうのはあるんですけどね。ホロ州結成もまだまだ先だよね。170必要ってなるとだいぶ先になりますね。じゃあどうしようかな。新三抜的でも入れとく。これでいいかな。で、商業を増やすのを待ちましょう。お、堀尾義晴が入ってますね。まあ、堀尾義晴もしっかり働いてくれれば。まあ、何はともあれね、一旦その金が入ってくるだけではなく、米が入ってこないと合戦が仕掛けられないんで、そこなんですよね。美濃に兵を進めるつもりって言われてもな。そう言われましてもとしか言えないんだよね。清津証券には投資する余裕はないか。投資の効果が高いところがいいよね。どうせ投資するなら。ここが投資の効果が高そうだな。かしこまった。鳴海に投資をして、かつ、そうすると、歩兵しとこう。なんか、なんか来そうな気がするんで。名古屋で足軽を歩兵しておこう。かしこまった。なんかっていうか吉本なんですけどね、来るのは。使いの者が来たようです。こうは、いやー、金銭1000はないでしょ。1万とかだったらね、考えますけど。まあ、次の9月まで待てとしか言いようがないね。次の9月が来た時が斎藤家の息の根を止める時だ。また犬山城で一騎、多
ただでさえ米不足なのに、まあ斎藤家との合戦が長引いてますからね。そしたら肥用度が高いところに種まきした方がいいよね。52、69、67、まあキヨスかな。そうするとここでまたキヨスでね、最悪の最悪。一機が起きましたとかってなると最悪ですけどね。まあ、ここは一旦力を蓄える時と思い、力を蓄えましょう。しっかり報告いたします。先月の収支でございます。で、表情だ。楽しみにしている表情。商業ががっつり上がってほしいけど、今回商業上がるのは富田だけが最高させよう。商業だぞ、商業。まずは、秀吉は軍事か。軍事40は大きいからやらざるを得ないな。商業は、柳田か。柳田でも毎回なんか期待には応えてくれるな、本当に。で、あとは、小六にしますか。で、遠路行軍。おぉ。ちょっと遠路行軍の中身見てみますか。遠路行軍。兵糧消費量減少。うわ、これめっちゃやりたい。速攻でやろう。ただ、以下の条件のいずれかを満たしてないと無理か。なるほど。三成とか夏か正家とかを配下に加えてないと、そもそも条件が満たされないってことですね。となると、鉄砲の防御とか上げてもしょうがないからな。効果的投資の次も出てないし、一旦待ちますか。一旦待って、ホロ州結成か。まあやっぱりこの行動増加ですよね。ちょっと次のターンまで我慢しましょう。斎藤家との決着は合戦でのみ決めましょう。花の刑事とかって皆さん読みました？僕ね、花の刑事大好きで。うわ、またここで一気かよ。一気多いな。一気に悩まされる回ですね、本当に今回は。花の刑事とかね、結構読んでるんですけど、その中の刑事がね、またかっこいいんですよね。どこで投資する？そうすると、キヨスはもうきついよな。対馬もきついね。そうすると、一旦、犬山か。末盛か。プラス60でしょ？犬山だと、プラス105。まあ、こっちの方がまだ効果が高いね。9月まで現状維持したいな。報告いたします。で、金がどうなってるかっていうのもちょっとね、重要なんですよね。お金。おお、表情きた。頼むぞ。秀長期待できるね。うわ、軍事か。いや、軍事じゃないんだよ、秀長。今回は。商業なんだ。商業。秀長商業14。いいね。なあ、他がしょぼいな。成政の軍事26。あとは、大久保にするか。しょうがないな。ちょっと期待通りの
済みにならないよね。ただ幌州結成までが軍事が107まで来てるんで、もうちょっとでいけますね。であとは洪水被害の低下中ができるんだな。じゃあこれはやっとこう。洪水とか来てもね、もう兵糧は命綱と言っても過言ではないんで、今の織田家の台所事情を見ると。さあ、あと2ヶ月何事もなく過ぎ去ってくれ。斎藤家との決着は戦でのみ決める。回収とかする金もないんでね。よし、これで金が一気に入ってくるんで、一気に兵糧が入ってくるんで、この兵糧を持って大軍を動員しましょう。犬山城で開墾。あとは鳥峰でも開墾。まあ、基本全部開墾でいいかなとは思うんですよね。清須でも開墾するし、名古屋でも開墾、鳴海でも開墾。で、これで終わりかな。投資。投資する金がないか。金がないね。そしたら満を持して、いよいよ、どうする？まずは大垣だよね。大垣城を攻撃しましょう。で、大垣、大垣になっちゃいましょう。大垣を攻略する兵は1万400もあれば十分だな。よし、これで出陣だ。あとは武田と今川の動きですね。ここが変な動きさえしなければ、十分に攻略できる。いや、これ拒否でしょ。どう見ても。だってさ、金銭せんでさ、まあ、厳しいんだろうな、斎藤家の方も。さあ、頼むぞ、表情。長秀、常興、この辺りには期待できるな。さすがだな、長秀。商業25は嬉しい。で、常興の商業18、軍事36。いや、常興、ほんと優秀だね、毎回。常興にはほんと助かるわ。小六も毎回優秀だよね。よし、よくやってくれた。これで、商業が2回できるようになる。で、軍事が143でしょ？次のターンで幌州結成するためには、農業が18、商業が12足りないですね。まあ、これくらい、あ、あと軍事がもちろん、17必要ですが、27かな？必要ですが、なんとかなるでしょう。いや、織田の家臣団はさすがだな。じゃあ、投資していこう。金は？金は？金がないが。鬼のように減っていくね、兵糧が。1万の軍勢動員すると。報告します。先月の収支です。ただちょっと金に余裕が出てきてるんで、投資ができるはず。投資ができないか。どこもできないね。金が足りなすぎてどこもできない。惜しいけどできない。できないね。おっと、ここでできる。まあ、こんなところで金を使っていいのか説はありますけど。いやー、だいぶ兵糧を使ったな、大垣城を攻めるのに。で、横山を雇いましょう。いや、雇わなくていいね。で、残りの兵を使って稲葉山を攻めよう。で、稲葉山はもう力攻めだな。
で、大垣城にも人を入れたいんで、このターンで大垣城に人を入れちゃいましょう。で、ここで一気か。まあ、しょうがないよね。農兵大量に借り出してるからな。まずは忘れないうちに配属。キヨスから人を出そうかな。そしたら、キヨスから、まあ、信金を出そう。信金。あとは村井。あとは林。スケーモンを出しましょう。まあ、こんなもんかな。あと言いようかな。で、問題は、ここを力攻めに変える。で、投資する金はないよね、さすがに。進出ができるな。進出して費用度が下がってないところ、うんぬんの前に末盛城以外で火巻きができない。本当に他はみんな一騎中か。いやー、稲葉山を落としたら本当にちょっとしばらくね、民のために休みを取った方がいいな。よし、稲葉山落とした。兵糧がないけど。で、全員雇いましょう。上から見ていくと、利光はやっぱり強いよね。斎藤利光。で、稲葉でしょ。吉達はさすがにないな。で、森綱。安藤森綱ですね。あと、前田玄意はさすがに内政外政強いね。いや、だいぶ駒が揃ってきましたね。稲葉に氏家、さらに安藤森綱が入って、美濃三人衆も配下に加えると。ま、吉達は解放してあげましょう。好きなところで生きよ。そしたら早速騎乗させて、しばらくは兵を休めよう。いやー、これはあれだな。東美濃こそ今川に侵食されたものの、美濃の大半は治めたんでよしとしましょう。まあ、岩村城、内記城はいずれ今川と決戦に及ぶときに奪い返すとして、あとは亀山城、長野城、この辺りもね、食っていくとしてだ。あとは観音寺、日野、この辺りを攻めて京に上洛する道を開いていくっていう感じですかね。では、ちょっとね、せっかくまだ時間があるので、少し先に進めておきましょう。お、たくあん和尚ですね。まあ、要衝と言いつつ、岐阜からさらに安土に移しますけどね、信長自身は、居城を。さあ、これで岐阜に改名しましたね。美濃攻略完了。いやー、信長の野望大使は本当に結構難しいですね。信長の野望シリーズはずっとプレイしてきたんですけど、かなり序盤苦戦しましたね。まあ、岐阜取ったからといって今川との決戦が控えているんで、まだまだ安心はできないんですが、まあ、一旦兵力的にはだいぶ、その今川に引けを取らないぐらいにはなってきたんじゃないかな。城の数を含め。で、ここは信玄が、いや、春信が信玄に改名ですね。まあ、ここ領民たちの不満や不安を巡り巡ってって書いてますけど、まさに今終わり、美濃がそういう状況ですよね。一騎が連発するっていう。まあ、ただここでは一旦ね、兵を休ませて、対今川戦のために尾張、美濃の兵は休ませたいと思いますんで、
その間に力を蓄えていきましょう。報告いたします。先月の終始でございます。全然兵糧がないけど、信長が魔王モードになりましたね、いつの間にか。貴様らの考え、いやいや、声から声質からトーンから言い方から全部変わりましたね、一気に。で、農業が30か、さすが信長だな。ただ全体的にはもう一声欲しいんで、再考させよう。貴様らの考え、信長いまいち冴えてないな。そうすると、スケーモンと定勝、あと家成かな。家成が27上がるからね、軍事が。これで表情を終える。自ら方策を言ってきたが、領内証券影響増加、通常証券収入上昇。いや、これは嬉しいんでやりましょう、即。で、三春からも来てますね、不破おじきから。獲得施策力増加大。大名の、志が変わったってことは、うつけの天下から変わったな、何かに。何に変わったんだろう。おそらく天下不武に変わったんだと思うんですけど、まずは、なんといっても銭の力やりたいわ。銭の力もやりたいし、捨て銭レーン追加で入れたいですよね、2を。あと利関係も入れたいよな。ただホロ州までちょっと我慢しましょう。んで、こっちの方は表情州強化ですけど、75使う。ホロ州強化どうなってんの。ホロ州強化は論議使わないよね。だったらここで表情州強化使おう。不破光晴ですね。獲得施策力増加大。まあ、これ、最初にやっとくと、後々、できることが増えてくるってことだと思うので、先にやっちゃいましょう。んで、あと農業は使いたくない、商業も使いたくない、軍事も使いたくない。なぜなら、ホロ州結成を次のターンでやりたいんで、ここはちょっと我慢しましょうね。我慢して、で、何人か入ってるね。おお、吉田も来てるね。あ、半兵衛が入ってるな。これはマジででかいわ。半兵衛の地楽99。すっごい嬉しいですね。半兵衛も入ってきたし。なんか陣容が盤石になってきたな。ちょっとここで一旦各国の勢力見ておきます。あと自分の志も確認したいですしね。天下風部。武をもって天下を制し、新しき世を作り上げん。ということで、なんか信長らしい信長の顔になりましたね。あとは兵の分離に楽一楽座ですね。それぞれの特性をちょっと見ておきましょうか。まず兵の分離の方ですが、武力による天下統一を目指す信長にとって最も重要なのは、大兵力を自由に運用可能とすること。それを兵士と農民、戦う者と農作業に専念する者という身分を明確化することで実現するのが兵の分離。うん。で、近代兵装ですね。足軽の戦闘力が上がる。おお、さらに俸給が安くなるか。いいね。で、軍役免除ですが、これは条件があって、農兵ゼロかつ足軽2000以上の拠点を5箇所所持すると、軍役免除が入るんだね。拠点に農兵がいない上に農民の治める兵糧が増える。うん。で、三段打ち。鉄砲を2000以上所持すると、鉄砲を装備した部隊の攻撃力が上がる。なるほど。で、過渡期の農兵なんですが、これはマイナス要素になっていて、農兵の治める兵糧が減るっていうのが入ると。で、楽一楽座。まあ、これも有名ですよね。教科書に絶対出てくる。巨大兵力の運用に大きな財力が要求される。その財力を得るための施策がこの楽一楽座です。ということで、市場の既得権益者である座を解体し、自由な経済競争を促進して大きな利益を得ることが目的です。うん。で、銭の力をやるには金銭収入2500以上、3つの勢力が進出済みの証券にも進出する、15個以上の証券に進出することができたらそれが可能になるんだね。で、証券の独占ができなくなるっていうのがデメリットですね。よし、
で、各国の状況をちょっと見ておきましょう。特に怖いのが今川。まだ今川怖いですからね。まず信長ですが、信長の方は兵数が1万5000まで膨れ上がってきたね。で、兵糧収入も2万7000まで一気に膨れた。これは大きいな。で、続いて今川。兵数6万8000か。相変わらずだな。化け物だな。で、武田はというと、兵数6万6000。これも圧倒的だな。となると、今川を潰してある程度美濃をもう一回奪還した上で、六角に攻め込みたいな。浅井はどれくらいの国力があるかっていうと5000でしょ。織田の方は1万5000。まあ、正直言ってどうですかね。六角とは渡り合えるけど、今川とは先端を開きたくないっていうのが、まあ正直なところですよね。で、北畠どうするかだな。まあ、まずはやっぱり六角だな。で、できればね、この本願寺も邪魔くさいんで、なんとかしたいなって思いはあるんですが。では、お金がちょっとあるうちに、安く済むところで、進出しときますか。いや、2回できるようになるって本当嬉しいですね。で、岐阜城に居城を移したいんで、岐阜に移りましょう。まずは配属の移動で岐阜に長秀で移して、あとは信長も移るでしょ。で、代わりに、誰かに城に残ってもらう必要があるけど、まあそれは置いといてだ。牛一連れていく人ですね。キヨスから連れていく人、秀長、五六、利光、一徹、光春、美濃三人称はもう全員連れていきましょう。で、玄意も連れていくでしょ。刑事は置いとこう。で、秀吉、利家。いや、キヨスに人いすぎでしょ。刑事は置いていって、ちょっとあれだな。せっかくなんで、武将の再配分をした方がいいな。特に犬山城と郡上八幡に人が少なすぎる。清須から人を移動させよう。遠山の二人で、さらに犬山にも、どうしようかな。犬山には式部入れていこう。で、岐阜には半兵衛を入れよう。岐阜はやっぱりね、最も動員されるところになると思うんで、数正は逆に清須に置いとくか。刑事と2人で出てきてもらうと。で、名古屋城にいる成政も名古屋に置いときましょう。で、勝家は末盛城にいるけど、勝家も末盛城に置いておいて、信雄とかもこのまま取り峰に置いときゃいいね。で、半兵衛は？半兵衛岐阜に連れてく？あ、いいね。じゃあよし、これで行こう。天下ふう、変わりましたね。はい、というわけで今回は美濃平定戦、岐阜城、稲葉山城を攻略して岐阜を取ったというところまでお届けをできましたので、次回はこの続き、いよいよ近江方面への進出を開始していきましょう。で、そろそろにはなるんですけど、1560年になると、
1560年の6月とかでしたっけ、桶狭間の戦いは。ちょっと間違ってたらごめんなさい、訂正いただければと思うんですけど、始まるので、まあ、それがね、イベントとしてこの状態で起きうるのかどうかっていうのも踏まえて、少し1560年まではおとなしめにしておきましょう。で、1560年になったら、まずは観音寺、ここを攻めて、一気に南近江を制圧していきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。